今までやった中でこいつ別格だっていう刑事。やっぱ孫さんはさ、ツイッターでさ、前も言ったけど、日曜日の夜、大河ドラマの前になると、ウォーとかワーとかウェーとか7時55分ぐらいから叫び出すから、なんかタイムラインが汚くなるのよ。ウォーワーイエーとか。まあ、そんだけ坂本龍馬が好きでのことだとは思うんですけど、って言うから、うるせえな、この野郎と思ったんです。あんまり知らなかったから、その時。知らなきゃ関係ないからさ。で、うるさい、ハゲって書いてあるんだよ。で、だって本当にうるさいんだもん。ハードバンクじゃなくて、ソフトバンクじゃなくて、ハードバンクかみたいなことも書いたことある。同じ日にね、2投稿ぐらいしたかな。で、俺はまあそんなの忘れてたらさ、次の月曜日会社行って、なんだかわんさかしてるから、松浦さん大丈夫ですかっていう声がいろんなとこから聞こえてくるって。何よ、全然大丈夫だけどって。孫さんにハゲって言って大丈夫ですかって。いや、じゃあ孫さんハゲてないのっていうことじゃん。言って、大体そんなちっちゃいことでギャスが言うような人じゃないって俺は勝手に思ってたから、そんなこと言わないよと思ったら、水曜日ぐらいになったら電話がかかってきて、ソフトバンクに木曜日ぐらいに来てくださいって言われて、いや、火曜日ぐらい電話で、水曜日だったかな。とにかく早かった。でもね、呼び出されましたよ。でもね、まさかそんなね、なんだ、そのハゲだとかなんだとかって言ったから、お前この野郎で呼び出すような器の人だとは到底思えなかったんで、何かあるのかなと思ってソフトバンクに行ったわけですよ。そしたら、孫さんの部屋があるんですよ、一番上に。メタンコすごい部屋が。で、でもね、孫さんが気がついていたよね、やっぱりそのツイートには。うちはハードバンクではないですからってはっきり言われたから、あ、このおっさん分かってるわと思って。で、奥に案内されて、本当にすごい寿司屋の職人さんが来ていて、寿司屋なんか、まあ専属なんじゃないのかな。それで、今日朝一番のマグロを築地から仕入れてきましたって言われてさ、でも、はあだよね、そんなもん出されちゃったら。昼間だよ、昼飯。